ました。こんにちは、こんばんは。ゆず猫です。娘です。よろしくお願いします。します、はい、今回から新しくなったマイクラをちょっと手芸の動画の息抜きにやっていこうと思います。よろしくお願いします。ます。ちょっとね、面白いワールドを引いたんだよね、お母さんが。そう、ね、お母さんが見てる目の前がまず画面を切り替えて、これ、うん、F5、はい、そう、花畑ね。そう、花畑、ここちらっとしか見えてないけど、うん、でかいです、うん、このゲームは紹介しなくて大丈夫？みんな知ってる？このゲームはマインクラフトです。YouTube でもマインクラフトで検索すればすごいいろんな動画が出てくるので、とても有名なゲームですね。あ、はい、いや、もう目の前の白樺の木のところに蜂の巣があるの。あ、本当だ。おお、これバージョンは最新の 1.15.1 です。蜂が養蜂の前が追加されたのかな。花きれい。なんか久々にやるからなんかいろいろ変わってるかもね。そうそう、こうテクスチャーは今回何も入れてないデフォルトです。私この花好き。うん、マイク、ね、マイクみたい。ああ、で、そうそう、蜂が今いないけど、蜂の見た目がね、可愛いんだよね。いないの？蜂、うん、ここに今いないから、どっか出かけてるかなんかしてるみたい。あ、そういうことなの？蜂、あ、いた！出てきた、出てきた。蜂だー。これが蜂です。大きい声でいたって言っちゃった。攻撃される？叩いたらね。蜜は取れないの？これ垂れてるけど。垂れてる蜜は、うん、あか、瓶で、ガラス瓶を作って取れるんだけど、取ると怒られるよ。そう、死んじゃう。死なないけど痛い。痛い。ああ、ダメージを受けるのね。あ、瓶はこの白いのが砂なんですけど、これをかまどで焼くとガラスになって、そのガラス3つから砂ができます。地形によってよりけりなんですけど、砂は割と砂漠に出なければ貴重品かな。でも説明をそこそこに何をやるっていうのを言っていかないと。あ、そうだ、一番目的のところにちょっと行こうか。でもキーキーって道具を作ってからにしよう。あ、そうだね。そう、木をね、まずは木を切るところから、うん、お花畑の木はちょっとそこだけにしといて。分かった。向こうに多く。これ蜂、あ、びっくりした。蜂の木じゃないよね。うん。どこ行ったの？もう海を渡っておりま。海じゃない。おりま。だ。泳ぐのどうやってやるんだっけね。これか。どうやってやる？それ。ここ。ここして。こっちがこっち、こっち、ここだけ、こっちで進んで、押したままじゃない、一回押したら大丈夫だよ、そこは。ああ、やばい、死んじゃ、できない。ああ、息ができてたんだよ今。よくわかんなかった。うん、あっちか。お腹のゲージが半分減った。あら、お肉半分。歩き回るとお肉ゲージがスタミナで、ハートゲージが体力なんで、1個減っちゃった。体力なんで、まあ、あ、これがハートゲージが減っちゃうと死んじゃいます。じゃあこれあれだね、うん、木を今取ってきたので、クラフトってところに木を一つ置いて、木材が4つ取れるから、これを4つぐるっとすると作業台が作れます。木こりはないから、はい、木はごぼって取れないからね。種取れちゃった、うん、じゃあここに作業台を置いて、さっきは
クラフト4つだったけど、作業台をクリックすると9マスになるから、ここに木を置いて木材を作る。で、縦に2本、2個置くと棒ができて、これでどうしよっか。私は自分なら自分で作るから。鶴橋と斧を作りました。で、とりあえずじゃあこれで石が必要なんだよね。木の道具だとあんまり耐久が弱いから、すぐね、耐久力なくなって壊れちゃうから、どっちに行こうか。さっきどこだっけ、石と豚がいたから。あ、そうそう、ちょっとご飯確保したいのと、ああ夕方に なってる、やばいね、うん、だからそれを言ってたの。このゲームはモンスターが出ます。出ます。夜になると襲われます。大変です。羊どこ行ったかな。ちょっと待って、ベッドが見つかんないね。羊から、あ、いた。羊から羊毛が取れるので、その羊毛を使ってベッドが作れます。そのベッドを使うと朝にする、寝て朝にすることができます。ちょっと羊狩りを、あ、もう出てきちゃったよ。大変だ。どうしようどうしよう。ちょっと待って、あ、羊じゃない、お前はスケだ。羊がどっか行っちゃった。スケはいらない。ちょっと剣を作って、あと、あー、説明なんてできない。あー、死んじゃった。チェストを作って、あ、おかえり。羊毛がとりあえず、これでいっか。え、クリーパー、あ、爆発された。いや、クリーパーがいるよ。いや、どうにもできないじゃん、最初からこんな、やだやだ、大変なことに、やだ、対策を怠るとこうなります。皆さんお気をつけください。いや、戦うまでもない、戦えない、落ちるし、こいつがスケルトンです。あー、クリーパーが来ちゃった。あー、爆発した。さっきの緑のなんか動いてるのがクリーパーって言います。二人で喋ってるからなんかはちゃめちゃだね。そうだね、普段からちょこちょここのゲームはしてるので、そう、ゲーム自体は少しだったらわかるんだけども、怖い。その時のこう、どの場所にどの場所に出るっていう運によって結構進み方が変わっちゃうんで、そこがね、大変だよね。そうなんだよね、自分であの場所をね、ちょっと羊足らないから探してくるね。なかなか、はい、うわー、ちょっと待って、いやー、お、溶岩だ、死んじゃう死んじゃう、ちょっと狙われてる、骨に狙われてる。私、羊いた。あ、村ゾンビが来た。ちょっと待って、村ゾンです。村人ゾンビ、帽子かぶってる。どうする？待って、どうにもできない。それは倒して。元村人のゾンビがいます。で、このゲームには村があります。うん、死んじゃった。急いで帰らないと、取れたから。ちょっと待って。
私でもこのリンゴ食べたい。あどうぞ。あとハート1個で死んじゃうからごまで、ごめんね、ごまじゃない、ごめんね。ちょっと待って、余裕がない。あれ、村さんがどっか行っちゃった。帰ってくれた、帰ってくれたよ。大事なことだから2回言った。気がない気、はい。あ、弓矢、カスカスの弓矢が。木植えとこっか、この辺に。うん、ベッドできた、ベッド。嘘二つ？娘嘘つかない。二つできた。ごめんなさい。寝よう。あ、こっち。おやすみなさい。よかった、寝れた。やった。モンスターがすごい近くにいると寝れないことがあります。あ、それでね、あのゾンビとあの骨の形したスケルトンっていうのは朝になると日の光で燃えます。でもあの緑の緑のは燃えないんだよね。クリーパーっていう危険なやつは燃えません、うん、爆発するやつは燃えない、うん、あれは危険。ゾン肉はどうなるの今回。ゾンビの肉は、あ、どうにもならないよ。じゃあほっといていい。うん、ここに穴があるんだよね。かぼちゃ回収した。はい。あーで、その残りのかぼちゃね、うん、目的のところに行く。ベッドは今回収した。石を取んなくていいの？石取る前にここがあれだ、周りが、うん、なんだっけ、森だからまた襲撃されちゃうよここにいると。そうね、じゃあこれ持っていく。うん、ここの森を抜けます。抜けたらちょっと広いところに出たから広いところに行こう。途中で溶岩があったから、あー、スケさんがいる。あー、死ぬかな。やった、燃えた。序盤だとスケさんも結構強敵だね。うん、どっかに溶岩があったからそれだけ注意してね。溶岩ね。うん、森の中にあったから。分かった。もしかしたらそのあクリーパーがいる。クリーパー、気がつかなかった、うん、右側になんかクリーパーの影を見た。ほらいた。あ、ここにも溶岩。ああ、本当だ。ほらいる。ほら出てきたクリーパーが。逃げよう。で、あ、石ここから取れるじゃん。ほんとだ。おうおう、渓谷だ。渓谷開けてたわ。ほんとだ、開けたちっちゃいやつ。うん、鉱石がね取れます、このゲームは。今鉱石はないし、そこに馬がいるけど。ちょっとごめんね。振り入れた。あ、戻れるじゃん、この馬。うん、あった。じゃあ石を取ろう。広いね。普通に採石場として使えそうな、いいところだったね。そうね。今はね、木の道具だからね。今度石の道具に変えようね。今回は動画、息抜きでこれ撮ってるんで、特に目標とかはなく、ただ楽しんでやってます。はい、その通りです。よいしょ。かまど作れる分が取れたから、うん、ちょっとかまど作るところお願いします。かまど、はい、投げた。
くしよう。これを石を9個ぐるっと真ん中だけ開けて作ると、並べるとかまどができます。ほんとただの開けたとこだったみたい。おお、かまどを置いて、どうしよっか。ねえねえ、こっからちょっと上がったらさ、村があったんだけど、うん、面白いんだけど村が。ちょっと待って、うん、あ、そっか、お肉今焼いても、かまど作ってって言ったからなんか焼くものがあるのかと思った。うん、かまどとりあえず説明のためにって思って。かまどはしばらく石炭じゃなくて、もうちょっと石取ってからにしたいんだけど。うん、木炭でだね。あ、すごい穴ぽー、穴ぽー落ちたんだよ。え、ごめんね、焦ったから言い方が強くなっちゃった。それは別に言わなくてもいいんじゃないの。怖、そういうのはいらないから、うん、カットしてください。わかんないちょっと待って、戻れるかな。あ、ただのただの暗いところだった。うん、よいしょ。暗いところにもね、よくね、何かモンスター出てくるからね。そう、暗いところ、洞窟とかがあるからね、自然のそういうところからモンスターが湧いてくることもあります。これ一応パソコンのゲームをやっているので、さっきみたく慌てて画面が乱れたりとかすることがあると思いますが、画面酔いなどご注意ください。あ、これだ。あ、蜂が飛んでる。蜂が飛んでた。蜂だけ飛んでる。なんだってことはあんのかな。ようがよう、ようほう、ようほう、できるところが蜂の巣あるのかな。蜂だけ飛んでる。どこにいた。気をつけて木を切らないと、蜂の巣ごとをやっちゃったらかわいそうだし。鳥もいた。蜂はいないどこだ。蜂もあったし、村もあった。卵を入手しました。うん、村見つけた。来た来た。あ、卵を見つけました。ん？あ、うん、茶色の羊がいる。うん。白の羊、あ、茶色の羊2匹いる。この村さ、これ誰もいない。あ、3匹いる、茶色。え？蜘蛛の巣すごいね。はい、ハイソン？ハイソンってやつです。はい、損です。そういうこと？あ、ベッドがある。石炭がある。あら。これで火を起こせる。ベッドもおらい。よし。ここを整備して住む？住む。よーし。家建てなくても修理しよう、リフォーム。あ、でもなくなっちゃった。自分でちょっとしたものは建てたいな。うん、だから建て直せばいいじゃん。うん、本来ならね、村人っていうのがいるはずなんだけど。そうね、いなかったね。いないね。廃村は初めてだ。珍しいよ。珍しいの？とても。そうなんだ。私は動画で廃村に来てた人は見たことない。へえ、本当に見たことはないから、もしかしたら探したらどっかにいるのかもしれないけど、うん、珍しいと思うよ。そうなんだ。うん、多分メサとかと同じぐらいじゃないかな。レアなのね。うん、
メサとか氷塊とか。え、ここ直してこう、大きいの？私今ね、うん、石炭取ってるからね、石しか見えてない。うん。大きいのかな？ちょっと待って。ちょっとここの準備が。木を取ってもいい？家の木じゃなくて周りに生えてる木。いいよ。あ、でもさ、このクモの巣を取ればさ、うん、そう、羊毛にできるじゃん。できるから剣を使って。そうだよね、壊れる前にちょっと取ってみようかじゃん、うん、あ、そう、さっき珍しいところがどうのって言ってたんだけど、メサっていうのは一面が一面こう粘土が生成される島みたいのがあって、そこのことです。で、氷塊っていうのはそっちは一面が氷でできてて、氷のつららがあるみたいな、なんて言ったらいいんだろうね、氷柱、この氷の柱がいっぱいできるところがあって、その2つはレアです。普通はなかなか出てこないところです。で、さっき一番最初の方でお花畑があって言ってたところも一応レアです。あ、大きかったよね、多分ね。あの大きいお花畑はかなりレアです。ちゃんとお花取りに来た。ここきれいにしてさ、うん、あのお花いっぱいの町村、あ、夜だよ夜だよ、うん、また寝なきゃ。どっかの家に避難しよう。ちょっとクモの巣を取り払って。どこ？どこ？どこにいる？蜂が飛んでる。大きいお家がいいの？大きいお家。娘。はい。あ、私はあの動画の中で娘を娘と呼びます。うん。この子は私のことをおかんと呼びます。よろしくお願いします。え、こんなちっちゃいところで寝るの？ちっちゃかったね。ベッドは持ってかないの？持ってるよ。自分のベッドは持ってるよ。あ、え、私だってごめん、各部屋一人みたい。あ、そうなの？そうっぽいね。そうなの？変わったの？仕様が。寝る？とりあえず寝る？うん。じゃあおやすみなさい。うん。寝ましたよ。ちょっと待ってください。あ、いやね。あ、モンスターがいる。やだ。思わず塞いでしまった。ちょっと待ってね。うん、ドアを作ろう。まず3枚できたからお母さんにもあげるわ。もう寝てます。私起きたら寝れなくなりそうだから。そうね。何ですか？猫の主張が激しい。たまに、にゃーっていう声が入ると思いますが。そしたらにゃーです。にゃーです。あ、いつの間にか弓矢を取ってた。まだ寝れないの？あ、私がスケルトン倒した時に、手に入れたやつ。かな。え、もう出るしかないじゃないじゃん。いない、いない。いない。寝れた。ああ、窓ドア開けっぱなしで寝ちゃった。意味ない。寝たよ。寝てるよ。あ、起きれた、起きれた。でもここ覚えられないからベッド持っといた方がいいかもしれない、うん。あ、でもだってもともと備え付けのベッドで寝ちゃったから。今だってつけたり外したりしちゃったもん、うん、私。もしあれだったらその黄色のベッド持っていけばいいじゃん。どこにあるのか知らないし、クモがいるから。あ、私がベッド持ってるよ。じゃあ、あ、本当？うん、了解です。じゃあこの黄色のベッドも持ってきて。あ、猫ちゃんがいたよ。猫ちゃん、うるさいよ。どこ？猫だけ逃げちゃった。ミケちゃん、ミケか。ミケちゃん、あ、いた。ミケ
またそのうち来る。目の色オッドアイだったんだけど。うん、そのうち来るんじゃない？うん。ちょっと村をとりあえず。ちっちゃいとこしかないね。あ、ベルがある。本当？うん。ちょっとお待ちください。娘さんよ。娘さんよ。村ってことはさ、畑ないのかな？食べ物確保しないと。畑はないけど、チェストがあったよ。ほんと。あ、黄色いの、あった。こんな、うん、こんな端っこの家で寝たのですか、あなたは。ここじゃないです。あ、ここにも黄色いのがあった、ベッド。私が寝たのはこの家ではございません。そうなの？うん。チェストがなんだ。あ、じゃがいもだ！ラッキー？すごい入ってんの、じゃがいも。あ、本当だ、ラッキー。ちょっと動画に映して。どこにいるの？ここな、後ろ後ろ、そこ。ああ、どこですか？すぐチェスト。おお、じゃがいもではないか。あ、破砕機がある。破砕機って何？あ、石1個から石の道具作れるやようになるやつ。あ、なんか前に聞いたけどよくわかんない。うん、どうしよっか。このチェストをもらって、ね、あんのか、このチェストをもらって。わからなくない？やっぱり自分たちの家ここにしようって決めないと。うん、じゃあ今こう どこがいいのかなっていうのを。ゾンビーフが落ちてる。ちょっと土、本当だ。あ、蜂の巣あった、こんなとこに。本当だ。なんか情報が多すぎちゃって。うん、情報型。どうしようかな。あ、ここの穴も埋めたいね。ここ広いかな。下からゾンビ来ちゃうね。うん、ちょっと今高いところ登ってどんな状況かお伝えします。うん、あ、大きいね。あ、畑あるよ。うん、端の方、噴水から、あそこから噴水の奥の方にずっと進んで、今見えてるから。うん、そっちじゃない、左、そっち方面。あった。うん、え、そこにもあんの？ない、もっと奥だよ。うん、違うんだよ。下が降りれるとこ探してたの。ハートがあと1個だから危ないのね。あ、そうなんだ。ゾンビフ食べたら死ぬと思う。でもさっき寝たじゃない。うん、寝てもい違う。寝てハートは回復できないから。これ設定は何になってんの？イージー。イージーにしてくれた？優しいです。ちっちゃい家しかないね。住むのは大変ってことが分かった。じゃあその畑の近くのところの、畑の近くのところの家をさ。じゃがいも。え、聞いてます？聞いてます。じゃがいもが取れた。じゃがいもですね、おめでとう。小麦もあった。小麦ですね、おめでとう。聞いてもらっていいですか？はい。すいません。畑の近くの家をちょっと一旦壊して大きい家に建て替えようよ。うん、あれなのかな、一軒に一人だと別々の家になっちゃうの？どうなんだろう。とりあえず今畑側の方に向かってるから、ちょっと調べとかないと新しいやつわかんないね。うん、道もこれなんかボロボロだから、いろいろと手入れが必要。うん、どうします？どこまでにします？今回はとりあえず一旦ここで区切る。そうね。じゃあここの一番小さい家を、ここの穴をまず埋めるのと、
この小さい家を、ちょっと待ってね、ちょっとこっち側から移そうかな。来ない？今回はってもう閉めていいの？ちょっと待ってね。それを言っておりました、私。おかんです。ですですじゃないの。馬もいるね。あ、ね。ゾンビが燃えてる。茶色い山が3頭いるね。4頭じゃないんだ。茶ルー色トビーの、ト発見。茶色の羊が2頭、白とあとグレーの濃いのがいるね。娘はどこじゃい？下か。下が登れない。持ってないの？木もったいない。下がってほしい。じゃあ今回は、目の前にある小さい家を、ちょっとこの辺のね、まず土地を、あれだね、使いやすいようにちょっと整備するのと、次回は、じゃあ家を大きくするのにもあれだもんね、材料を集めないといけないから、次回は材料をしっかり集めたところからうん、そうだね。再開ができれば。うん。で、更娘新のは、建築でお願いします。更新はのんびりです。うん、そうね。いつの間にか上がってるっていうぐらいに思っててください。ちょっはい。とゲーム用のチャンネルじゃないので。はい。今回はこんな感じで終わこりんなたい感じと。でなんす。でお尻向けるの？ ご視聴いただきあまりたがとうごカざメいラ、ました。ありがとうございました。はい。また次回、いつお会いできるか分かりませんけど、糸を投げるのではない。よろしくお願いします。よろしくお願はいい。します。じゃあ材料を集めておくのと、あ危とな。次回は、ちょっとだけここの、この辺りの周りの整備をしておきます。ご視聴いただきありがとうございましありがた。とうございました。バイバイバイ。バイ。